東京から来た、ホスト格闘技宴代表、フィズムの天音誠です。ゴッソ様の塚澤です。リバプールの阿久津優です。ドラクエとかの最後のボスの魔王じゃない。魔王違う、それ武道。ドラッグストアの石鹸の名前っすよ。それ顔ね。それ顔だから違う。あの名古屋のホストの格闘技でしょ。俺キクルルっすよね。お前子供の遊びじゃないんだから。しかもオープンフィンガー提案したらオープンフィンガーもダメって。マジでヒップアタックしたから。まあ俺は多分まあ今でも相手決まってないみたいなんで、特にまあ何も言うことはないっすね。僕の相手だけなんで普通の人なんですか。ディープの試合出てるみたいですけど、ディープのチャンピオンといつも練習してるんで足換気をつけてください。最高の暇つぶしの相手になって。まあ俺ら3人勝っちゃうんで、また名古屋まで来るの面倒くさいから、宴に、リベンジに来てください。と今回負けた人宴の恥なんで、2人とも頑張ってください。一番やばいだろ。でもね。恥になってくれと。頑張ります。ここは名古屋だけど、俺たち宴メンバーが3はい主役。イエーイ。乾杯。次回宴6月4日新宿フェイス、かかってこいや。じゃあ3連勝で帰ります。